はい、どうも、レトロゲーム大好き、安部チです。えー、っとですね、僕のこのチャンネルでも、えー、何回かにわたって、えー、っとお知らせしてきました。えー、ディスクメディアの、えー、レトロゲームの互換機、えー、ポリメガですね。 えとこちらの方がですね僕がまあ動画にするよりも前からずっとこう、あのー、計画開発がずっと進められてきてでいついつ発表するっていう発表が、えー、あるたびにそれを、えー、常に何,何度となくこう、ねえー、と延期をしてきたと、えー、いうことなんですけども。 えと今年の夏頃ですかね、えー、に、えー、ようやくですねこ,このポリメガの、えー、ベータ版というものがあのベータテスターの、えー、登録をしてた、えー、人の一部ですねの方に届いてでその方が実際にあの自分の手持ちのゲームをいろいろプレイして、えー、バグがあればあのこちらの開発元に連絡して開発元がこう修正するみたいなことがずっと行われてきたんですけども、えー、とここをですね1ヶ月から2ヶ月ぐらいですかね この、えー、とポリメガのオフィシャルのツイッターの方があの結構沈黙してましてですね、えーまあ、ちょっと大丈夫なのかなともうポリメガ出ないじゃないかみたいなね、えー、と声とかも上がってたんですけども、まあ、僕はねこの今一番、ね、デバッグとかで本当に大変な時期なのでもうそういうアナウンスをしてる間も惜しいぐらいこう、ね、デバッグ作業にあの没頭してるんだろうなというふうには、えー、考えてたんですけども。 えー、今朝ですね、えー、とメールの方をパッと開きますと、えー、なんと今これ画面に映ってる、えー、これあのメールの内容なんですけどもなんかあの HTML 形式のね、えー、とメールがそのままバッと貼られてたのでこんなホームページみたいな、えー、見栄えなんですけどもこんなメールが、えー、届いてきましたでこちらですね、えー、見ていくとこのここのとこですね「You are polymega will be アラビンングスーンってて書いてますそうあなたのポリメガは間もなく届くよというメールが突然届いてきてちょっとびっくりしてるんですけどもでこれ何をびっくりしてるかっていうと、えー、僕ですね、えー、ポリメガを、えー、本サイトの方から、えー、プレイオーダーしてるんですけども、えー、そのプレイオーダーしてからですね、えーあのー、自動返信メールも含めて、えー、いつもメールが届いてきたことないんですよ。 本当に <laughs> なのでいや本当注文できてるのかなっていうことすら不安になるような状況で,でもねお金だけはきっちり引き落とされててええー、いうことでですね まあこうどうなるのかなと思ってたんですけどまあ今年はね結構あのセガさんの60周年ということでレトロゲーム界隈もすごいあの色々と盛り上がってたのでちょっともう僕もバタバタの中でまあいいかということで放置してたんですけどもまあ今日突然こういったメールが届いたということでちょっとこの内容ですね、えー、と翻訳をしてみますとこのような感じです。 あななたのポリメガは間もなく到着しますで発送先住所が正しいことを確認してくださいということでここちょっと隠してますけども僕の住所が書いてあってでその発送先住所が、えー、間違ってて変更がある場合は、えー、連絡くださいとでここの黒字になっているとこ発送先、えー、住所を変更する必要がある場合またはその他の配送・固有の情報を提供する必要がある場合を除いて返信しないでくださいと、えー、いうことですね。 要はあの変更があるる場合以外はもうう、えー、返信するなよというふうに書いてます。まあこれねいろいろあの例えば「ありがとう」とか「楽しみにしてたよ」とかっていうメールを送りたくなりますけどもこれを送るとポ、えー、リメーガさんの方も大変なことになるので本当に必要な時だけ返信してくださいという釘を指してるんだろうなというふうに思います。 でえー、とそれからですね、えー、とご注文の商品が発送されるとすぐに、えー、このメールアドレスに発送されたという自動メール通知が届きます。コンソール、モジュール、コントローラーを含むすべての製品はその時点で出荷されます。予約注文は受け取った順に処理されます。ありがとうございました、チームポリメガというふうに書かれております。ですので、えー、商品がこちらに届いてくるときに自動でメールが通知されるということですね。 まあ、いうことなので、えー、まあ、今まで本当にね、何もメール連絡もなかったところが、こういう形で、ちゃんと自分の住所も含めて届いてきたので、えー、だいぶね、安心感が出てきています。まあ、あの、ベータテストでね、あの、まあ、ベータ版といええー、ものが届いてるユーザーさんもいるってことも、だいぶ安心感にはつながってたんですけども、まあ、こういう形、いよいよですね、えっ、ー、と、11月15日ですよ、あの、発売予定になってるのが。 なので約1ヶ月ぐらいちょうど1ヶ月前ぐらいにねこのメールが来たということになりますけども、まあ、1ヶ月あれはいろいろ準備も含めてある程度出荷の準備が整っているのであればなんか発売日にちゃんと届きそうな感じがしますよね。そうもう正直ね11月15日の発売日なんか合ってないようなものだと思ってたんですけどね今までの流れから言うとしかもしばらくこうずっと沈黙が続いてたのでまさか発売日に届くようなことはないかなと鷹、えー、をくくってましたが。 えー、どうやらこのメールからすると届く可能性があるということで、えー、だいぶ忙しいですね、えー、ポリメガも届くしで11月って言ったら任天堂のゲームウォッチも届いてくるし、えー、それからアストロシティミニとかエ <laughs> スタコレクションとかこうどないなるんやろうなってくらいちょっと大変なの嬉しくも。 あの悲鳴のようないろんな <laughs> えと思いがありますけどもまあほんにね、えー、と楽しみにやっぱり発売日にね届いてく、えー、るに越したことはないですので、えー、届いてきたら、えー、僕が持っているセガサターンとか、えー、メガ CD とかあとはプレイステーションとかですねであんまり持ってないんですけど、えー、と PC エンジンの CD r o m ですね、えー、これも持っている分に関してはちょっと試したりとかね、えー、してみたいなと思います。 でえー、っとこちらですねあのまあ新しいポリメガ .com ということで近日公開と書かれてます、えー、で私たちはポリメガを次のレベルに引き上げる新しいデジタルエクスプリエンスに取り組んできました新しいショップゲームへの接続ポリメガシステムなどでこう読むっていうとこをしてもまだちょっとあの記事の内容はなかったんですけども これあの前の動画でちょっとお話ししましたなんかポリメガは単なるレトロゲームの互換機としてだけじゃなくて、えー、新しいゲームをプレイするためのなんかストリーミング機能というのを実装する予定ですという話だったんですよね。まあ、具体的なことはそこでは何も語られてなかったんですけども、まあ、今ですね Google の Stadia Go ですね、えー、まあ本当に GAFA の中の一番最初の G の あの大手のグーグルですから資本力もね本当に潤沢にあるというそういう会社がゲーム業界に殴り込みをかけたということで本当にもうすべてのゲーム業界の,あのメーカーが震え上がったという, <laughs> いうところですけどもただですねこちらのステイリアもなぜかちょっと沈黙を守っているというかなんか進んでないんじゃないかみたいなそのままもしかしたら消えるみたいな <laughs> 噂もあるぐらいの状況なんですけども。 あのここでですね本当にこのまあ,あのどうなるかわからないですけどもどういうものが実装されるのかわからないですけども,もしかしたらこの、えー、ゲーム愛あふれるポリメガの開発チームがですねこのポリメガというあのデバイスを使ってもしかしたらあのゲーム業界に新たなこう革命を起こすと、えー いうようなことがもしかしたらありうるのかなというふうにちょっと僕思ってましてまあ本当にねものすごくものすごく小さな可能性なのかもしれないですけどもこれは本当にねわからないことですからなんかそういう部分も含めてこのポリメガっていうねゲーム機を楽しみにしたいなというふうには思っております。はいというわけでポリメガから住所確認のメールが来て、えー、発送する予定だという旨の、えー、メールが来たという、えー、お知らせでございました。えー、次はですね えー、できればポリメガの開封動画で <laughs> ポリメガの話をしたいなと思うんですけどもはいまた次の動画でお会いしましょう安ビ市でしたバイバーイ